富士テレビジョン、富士テレビ、青森市局富士テレビ、青森市局は、青森県青森市にある、富士テレビジョンの市局である。1990年代初頭に、青森県の民放新局が、富士テレビ系での開局を計画していたが、諸事情により計画は実現せず、3局目は、テレビ朝日系列の青森朝日放送として、開局となった。そのため、現在青森県には、 富士テレビ系列の放送局は存在せず、富士テレビが報道取材を行うために投資局を設置している。青森県内で起きた事件等で NHK 青森放送局や青森の他の民放局のマイクに並んで、富士テレビと書かれたマイクが登場する理由はこのためである。あくまで取材拠点であり、富士テレビの放送を送信する施設等はない。富士テレビのロゴが入った。 SNG 中継車が配備されているが、ナンバーは青森である。また、富士テレビは青森空港にお天気カメラを設置している。青森県内の民放テレビ局では、富士テレビ系列の番組を時間差のみ同時ネットでネットしているため、富士テレビの番組はある程度見ることができる。しかし、県境付近では FNNFNS 系列の北海道文化放送。 秋田テレビを受信できる世帯があるほか、岩手県の FNN 系列局である岩手メンコい、テレビは2個中継局を介して、南部地方のほぼ全域と2個市から約 100km ほど離れた下北地方の一部でも見ることができ、地元の新聞のラテランでも他の県外テレビ局同様の扱いがなされている場合が多い。また、八戸市にはメンコいテレビの八戸市社が存在する。 八のヘッシャは報道拠点も兼ねており、南部、下北地方の報道取材の一部を担当する場合もある。青森県庁には毎年のように青森に富士テレビ系列の新曲を作ってほしいという県民からの要望が数多く寄せられているが、県庁側はインターネットの普及で放送の形態が変わっている中で富士テレビは地方での新曲の解説に消極的である。 現在県内に新曲解説に向けた動きは見られない。地上デジタル放送が開始されると得られる情報は多くなると回答しており、無視された格好となっている。他県でも県庁に新曲を作ってほしいという要望を出しても同じような回答が来ることがほとんどである。青森県内の季節の話題等はマイナーであるものも含めて FNN ニュースで比較的多く放送されている。 また、FNN ニュースの関東地方ローカル枠においても、青森県内の火災や事件、事故等のニュースがよく取り上げられている。これに対して、青森県内に系列局のある民放ネットワークのニュースでは、青森ねぶた、広崎ねぶた祭りなどメジャーな話題以外は、全国ニュースで放送されることは多くない。ありがとうございます。